おめでとうございます。ありがとうございます。まず今日の試合感想いかがでしたか？そうですね、上位対決でしっかり勝ち切ることができて、本当に嬉しいですね、はい。チームとして守備の連動すごくうまくいってたようにも見えるんですけれども、はい、手応えいかがでしょうか？そうですね、すごく、守備の連動っていうのもうまくいっていて、ほぼほぼ自分たちの、危ないシーンはミスとかそういうシーンだったので、まあ、そこは、改善しなきゃいけないですけど、まあ、守備の連動という部分ではやっぱキャンプから積み上げてきたものが今チームにでできているのかなというふうに感じています。入りから強度の高さもあったと思うんですけど、はい、あのあたりというのを意識して試合に入られたんですか？そうですね、最近の試合で立ち上がりの入りが良くないという話をしていて、今日はしっかり立ち上がりからしっかり入ろうというのをチームで話していたのでそこは意識しました。山越選手のプレーがこう守備をすごく安定をもたらしているなというふうなイメージで見ているんですけど、ご自身どんなことを意識されて、はい、そうですね、サイドバックなのでまずは、相手と、1対1になる部分があるのでそこでしっかり止めれるようにするのとクロスを上げさせないようにするっていうのを意識して試合に入っています。ほとんどそっちのサイドでやらせませんでしたね。そうですね、まあ、前回の試合で何本かクロスを上げられてしまってそこは反省としてもうちょっと距離を詰めようというふうには試合前に意識していて、そこら辺は今日うまくできたのかなというふうに思いました。5試合中すべてスタメン で、はい、でほぼほぼフル、まあ、前節は途中で変わりましたけど、はい、まあ、やれてるという手応えを感じてらっしゃるんじゃないですか？そうですね、まあ、初めてやるポジションでだんだん、なんていうんですか、分かるというか、慣れてきた部分もあって徐々にそうですね、このポジションである程度試合を重ねるごとに手応えっていうのは自分の中では感じてきてます。慣れないポジションだと思っていたんですけど、マルキル初めて、はい、そうですね、はい、初めてでした、はい、そんなふうに見えないですねそうですね、まあ、まだまだ全然なのでこれからもっとこのポジションでも、やっていけるように頑張りたいなと思ってます。まあ、5試合終わったので改めてベルディのサポーターの前でプレーする中で、はいはい、どんなふうにこう雰囲気だと感じてらっしゃるか教えてください。そうです、本当に素晴らしいスタジアムで本当に素晴らしいサポーターの前で、こういうゲームができて本当に試合前からモチベーションが上がってますし、これからも本当に勝利を届けられるように戦いたいなというふうに思っています。では、お姉さん、改めてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今日も熱い応援ありがとうございました。これからも、勝ち点3を届けられるように日々頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。